みです。ココです。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、この5人でクリスマス理想デートトーク。個人的な本当にもうガチの個人的な理想のデートを出してもらいたい。はい、一つやりたいことがあります。理想のデートの方、理想のデート、クリスマスにイルミネーション見に行くんだけど、イルミネーション上から見たいのよ。はい、だから観覧車に乗って上から見たい。へえ、定番だね。もう定番が好きなのよ。定番好きだね。やめたー、絶対に映ってる。やめたー、言いたい。よし、揺れたらやべえぞ。本当に私はディズニーシーンにしたいです。ディズニー好きだもんね。クリスマスディズニー、いいよね。しかもすごいクリスマスの時本当に綺麗だったよね。すっごい綺麗だし、本当にばっかで羨ましい。まあね、ちょっとリア充さん部活しろよとすっげえ思うけど、ディズニーはもう最高でしょうね。最高です。ゆうちゃんは？私なんだろう、でも結構無難な感じが好きで、うん、もう本当に都内のなんか本当街並みで結構なるじゃないですか、うん、なんか並木通りとかすごいイルミネーションが、うん、ああいうのところをもう2人で歩いて、うん、でもう最終的に家に行ってプレゼント交換してみたいな感じが好き。大人すげー大人だね。どうですか？うちね、やっぱあんまりその寒がりやから外出たくないのよ。だからもう本当家の中にいて、家で普通に暮らしたらサンタさんで現れてほしい。メリークリスマスみたいな、なんかサプライズ感が。そう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 、それを本当に知らないうちは普通にポケモンしてる時に来てほしい。ゲームしてる時に来てほしい。普通に、いや、それいい。家で、家でデートか。コンコンはなんかデートって何をするんですか？まずそこ。もういっぱいあるじゃん。いっぱいあるよ。デートいっぱいある、いっぱいある。まあでもクリスマスだしね。まあ寒いから暖かい格好して、まあ外出るとして、うん、美味しい料理が食べたい。ちょっとね、贅沢をする、うん、そう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 、一緒にね。いいじゃん、いいじゃん。だってそれこそ高級なちょっとね、いいとこのレストラン入って、多分そういうところって外綺麗じゃん。確かに外のね、あのイルミネーションが多分見れるところだと思うから、静かにプレゼント用意してるとか。うれしくない？いいね。おしゃれなやつだ。マジもう漫画みたいな話だけど。いやー、でも今5個のなんかデート案出ましたけど、うんうん、最優秀賞選ぶだと。難しいよね。確かに。それぞれいいんだよ。全部やろう。だから朝にディズニーシー行ってもらって、その後にあの並木イルミネーション歩いてもらって、高級レストランに行きます。で、その後観覧車に乗って上からイルミネーション見て、家でサンタさんこそ。わあ、そうでした。でございます。はい、皆さんはどんなクリスマスを過ごすのでしょうか。楽しんでください。はい、はい、はい、ってなわけで、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。以上、しゃべちゃんでした。メリークリスマス。メリークリスマス。